その意識がどうやらあるようです。さあ細川のレイアップはどうだ、決めた、今の素晴らしいですね。あーナイス、これ2対1ですね。ここはスピードか、松井か、松井のバンクショット、アグレッシブですね。落ち着いてましたね。はい、久保田が富樫パスを選択、はい、ショーター、シャノンショーター、あ、富樫だ、富樫のスリーはどうだ、あー決めた、シュートを打ってきました。さあ千葉はスピードを生かすか、逆サイド、原がフリーで待っていた、原さすがです、すごいナイスパスを出しましたね。はい、サイズからのもう完全に逆サイドですよね。はい、あの一番あのコーナーの一番遠いところっていうのは守りたいですね。富樫はどうする、あと5秒だ、富樫のシュートだー、これを決めるのが富樫だ、すごいですね。いやタフショットではないんですよ、彼にしては。さあ富樫、あー決めた、さすがです、ここは決めています。ファールはない、松井来た、さすがミスタースリーポイント、昨シーズンのスリーポイントキング。あ、そこを千葉はついてくるか、西村、いや決めた、ここですね、千葉の強いところは、千葉選手はどこのチームでも千葉以外ならスタートですからね。まあ、間違いないですよね、はい、スタートを取れる、力はあるのでね、はい、富樫選手、勝負どころ出てきましたね。松井、スリーを狙う、松井のスリー来た、いいですね、さすがミスタースリーポイント。サイモンか、あ、ボールを奪った、富樫、ダンカン、そしてサイズだ、バスケットボールカウント、千葉は回収、永吉が準備をしています、はい、富樫のスリーはどうだ、うわここで来た、はい、これが富樫の通算498本目の、来ますね、来ますね、これ富樫、ここは自分でフローター決めた、そういうことですねさすがアーティスト、はい、ゲーム終了、86対75。